そちら。はい。うわあ、ついに食い物じゃなくなった。輪ゴム弁当でよろしかったかしら。これはひどい。プティ君、みかん弁当っていうあれだね、よかったね。まだみかん弁当の方が、みかんの皮弁当の方が食える、うん、食べられないじゃないか。こちら、おスペシャル弁当でよろしかったかしら。三段、うわうわ、三段でしたね。お前もういいよ。証人の確認の奥さんに免じて、あと一回証言を許可します。お前弁当食いてえだけだろ。塩辛弁当。いやでもさっきの輪ゴム弁当と比べたらだいぶだいぶね、うん、食えるもん。まあ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 、いや、まあ、食用であることは間違いない。いやいや、まああんな、なんあんな量の塩辛食ったら多分死ぬけど、まあソース弁当の次くらいだな。しかし被害者を刺したのはそこの被告席の女なのさ。この写真がある限りそれだけは間違いないだそうです。うん、全然何の証拠にもならないと思う。ちっちゃいな、かけるもの。何言ってたよ、この女。この今日その割り箸にかけて、ちっちゃい。なんだって。なんかだんだんグレード下がってってる。まだソース弁当にかけてくれてた方が良かった。とりあえず以上申し立てる。いいがり、目撃から逮捕まで5分、その重要性を考えてください。カップラーメンのおかわりが作れる。固めでよければ。お前も何言ってんだよ。何言ってんのこいつ。ちょっと待って、この法廷えぐいぞ。だってもうツッコミいない。ツッコミがいないよ。では被害者の靴が脱げたこと、これはお話ししたかしら。調べてみたら2種類の血痕が、一つはもちろん被害者のもの、そしてもう一つは、そう、被告人ホオズキトモエのものさね。この靴は何の矛盾もない完璧な証拠品ですわ。異議あり。どういうつもりだ証人。このような代物、何の報告も受けていないが。簡単なこと、前にも申し上げたでしょ。私、信用しておりませんの。賢治様の証拠品の扱い。それゆえ私自身が調査して差し上げましたのよ。しかも、すでに血液検査まで済まされているようだが。申し上げませんでしたかしら。嘘だろう。もう多すぎ。私、鑑識課の職員に3名ほど彼がいますのよ。とにかく裁判長、これは正当な証拠品ではない。なんだって。法廷における証拠法の二大原則、知らないわけではあるまい。なるほど、知らなさそう。それはやばいよ、さすがに。その1、検察局の許可のない証拠品の提示は認められない。つまりこの靴は違法な証拠だ。少なくとも現時点では。そうなんですか。なるほどさん。たぶんね。ミツルギのやつ勝ち誇ってるし。あの、ならなかったみたい。こいつ。おどくん。そうはいかないよ、ケンジ様。忘れてもらっちゃ困るね。この今日は元捜査官、
先ほど申し上げたはずですわよ。この靴はすでに鑑識課員による見分が済んでおりますの。この通り、今日の日付で警察局の認可も受けておりますの。その書類を先に出せ。一般人であっても正式な証拠品の提示はできますのよ、検事様。そうなんですか。なるほどさん。たぶんね、ミツルギのやつ黙っちまったし。お前は自分で発言しろ。もうなるほどくん、ちょっと弁護士ならないだし、多分弁護士だったら多分死ななきゃいけない。あ、多分あれじゃない、なんだったら今代わりにミツルギがやってくれてるからね。本来なるほどくんがしなきゃいけないことを、うん、どっちが弁護士かわかんねえな。これなるほどくんラッキーで受かったら試験。まあ証拠法ぐらい勉強しておきましょうよ。あ、言われた。